137世帯で構成されている坂出市林田町の港自治会には、42年間子ども会で運行してきた子ども太鼓台がありましたが、新居浜市の壇ノ上子ども会から30年余り使ってきた子ども太鼓台を譲り受けることとなり、9月24日、自治会館で入魂式とお披露目が行われました。この日はおめでたい日にふさわしい晴天に恵まれる中、会館前の駐車場に置かれた子ども太鼓台も太陽の光を受けて美しく輝いていました。自治会役員や子ども会の役員、子どもたちや保護者、地域の皆さんが出席する中、総社神社宮司の富家恵里奈さんによって太鼓台に魂を入れる入魂式が行われました。港自治会会長の綾野健二さんをはじめとする自治会役員、そして子ども会会長の尾崎千里さんをはじめとする子ども会関係者などが玉串を捧げて、これからの子ども太鼓台運行の無事を祈りました。総社神社宮総台の松尾清さんの音頭で、出席者一同乾杯をして港子ども太鼓台のお披露目を喜び合いました。続いて港子ども会会長の尾崎千里さんが挨拶をしました。全子ども太鼓も40年という長きにわたって子どもたちに貢献してくれました。長い分愛着もありますが、今後のことを考え慎重という形になりました。これからはこの新しい子ども太鼓を子ども会を中心に自治会員様に協力していただきながら、しっかり運行していきたいと思います。やはりコロナで一応3年間できなかったというところもありまして、一応子ども会、あとOB さんであったり自治会員が一丸となって港っていう自治会を盛り上げれるような祭りにしたいと思ってます。嬉しいです。当日はどのような祭りにしたいのかということをお願いします。去年みたいな綺麗な祭りにしたいです。楽しみたいです。入魂式終了後、集まった関係者の手で新たに自分たちの太鼓台になった港子ども太鼓台を力強く差し上げ、地域の皆さんのお披露目をしました。10月4日日曜日に行われる総社神社の秋祭りで奉納されることになっています。4年ぶりの盛大な秋祭りを港自治会の皆さんも今から楽しみにしていました。